アボリジニの農民たちアボリジニはオーストラリア大陸と周辺当初の先住民であるイギリスを中心とするヨーロッパ人たちによる植民地化の以前からオーストラリア大陸やその周辺諸島に居住していた先住民の子孫たちであるオーストラリア先住民という場合はトレス海峡諸島民を含むアボリジニに差別的な響きが強い上 言語集団が分かれていたオーストラリア先住民の多様性への配慮から近年のオーストラリアでは故障としてほとんど使われなくなった。代わりに現在ではアボリジナル、アボリジナルピープル、アボリジナルオーストラリアン、またはオーストラリア先住民という表現が一般化しつつある。アボリジニのダンサーディジュリドを吹く男性アーネムランドの芸術家オーストラリアで発見されている最古の人類の化石は およそ4万年前のものと考えられているムーン、ゴマ万トムンゴレディであるが、先住民たちの先祖がいつ頃この大陸に到来したのかは、研究者の間でも意見が分かれており、熱ルミネッセンス法による年代測定では、6万1000年から5万2000年、前とも、12万5000年前とも考えられている。オーストラリアにおける先住民は、多様なコミュニティや社会を構成しており、文化、 習慣、言語などもそれぞれが独自の編成を持っている。現代のオーストラリアでは先住民集団は地域コミュニティごとにさらに細分化されている。ヨーロッパ人たちの植民が始まった当初には250種類以上の言語が存在していたとされるが、現在も存続しているのはそのうちの120ないし145種類であり、さらに危機に瀕する言語とされていないのはわずか13種類に、 すぎない。現代のアボリジニたちは大多数が英語を話し、アボリジニ諸言語に由来する言い回しや語彙が加えられて、オーストラリアアボリジニ英語が生み出されており、音韻や文法の面でも先住民諸言語の明白な痕跡を残している。ヨーロッパ人たちの入植当初における、オーストラリア先住民の人口は、おおむね31万八千人程度から、一零零零零零零人程度の間であったものと、 考えられており、その分布は、現在のオーストラリアの人口分布と同じように、大多数は、マレー川を中心とした南東部に居住していた。1995年以来、アボリジニの旗とトレス海峡諸島民の旗が、オーストラリアの公式の旗として承認されている。アボリジニの先祖が、オーストラリア大陸に上陸した時期は、遺物などの分析から5万年、ないし12万年以上前とされているが、 それ以降にも段階的に人的流入があったとされている。外部地域と隔絶されたのは遺伝子の研究によりそれほど古くないことが明らかになってきているほか、その祖先の経符が解明されつつある。かつては、形質人類学的にも不明確な部分が多く、骨格的特徴から南インド系とする説や、スンダーランド経由でトライしたとする説、またはアフリカからとうとう、 諸説入り乱れていた時代があったが、現在では、南インド系とする説が有力である。2014年時点で発見されている、オーストラリア最古の人類の化石は、約4万年前のムンゴマンと呼ばれる男性である。なお、オーストラリア大陸は1万8000年前の最も、近年の表記において、ユーラシア大陸と飛び石のように連なる島々により、 現在よりもはるかに渡りやすい地域だったとも考えられている。また、アボリジにはデニソワ人の遺伝子を受け継ぐ数少ない原生人類とも言われている。オーストラリア大陸が現在のような状況になって以降はヨーロッパ人の到来までオーストラリアは外界から隔絶された場所だったという認識が強い。しかし、近年はこれを覆す研究結果がいくつかある。 約4000年前には、甲州大陸へと渡った古代のインド人とアボリジニとが混結していたという研究結果がある。アボリジニの伝承には、ヨーロッパ人の来訪以前からも、どこからかやってきた黒人や白人たちと交流があったとの話が伝わっており、中東やアフリカからオーストラリア北部を訪れる船乗りがいたと推測するものもいる。アボリジニが残した壁画には、 インドネシア方面の特徴を有する小舟が描かれており交流があったことを示唆している。オーストラリア大陸は濃厚に適した種類の植物となる植物がユーラシア、南北アメリカ、アフリカと比べはるかに少なく家畜に適した固有の動物も一切存在しなかった。また極度の乾燥地帯で気候の変動も一年周期とは限らず不規則であるなど 他にタグ見ない過酷な条件が揃う大陸でもあり、文化的に孤立を余儀なくされた。その地理的条件から人種的に他の大陸と隔絶され、それらが根血を繰り返しながら、オーストラリア全土に広まる過程で様々な固有文化が派生したとされる。今日ではオーストラリアと一括りにアボリジニと言っても多数の部族から成り立っており、 言語的な調査から26から28ほどの系統に分類されているが、相互の文化的異は多い。主な部族にアナング族やジャプカイ族がある。アボリジニの Y 染色体ハプログループは、 で、アフリカと、インドを経由してやってきた C1 ビット3ビットが60%、ニューギニアなどに多い K 系島が22%、見られる。ヨーロッパ人による植民地改善、先住民の生活は、洞窟等を住居とし、一定範囲を巡回しながら、食料を得る採取狩猟型であった。ブーメランや毒物を利用した狩猟を行い、オーストラリア固有の植物の実を取ったり、乾燥した地面を掘って、 木の根等を食べる大型の芋虫の一種を採取して、焼いて、食べたりといった生活をしていた。これらの食文化は、ブッシュタッカーと呼ばれ、1970年代からは、シドニーのレストランでも応用メニューの提供が始まり、オーストラリア陸軍の特殊空挺部隊にも、食料確保ノウハウとして取り入れられている。先住民族図、ザニュースチューデント、S レファレンスワーク、1914年出版より、 アボリジニとトレス海峡諸島民の分布図西洋人がオーストラリアを発見した段階では50万人から100万人ほどのアボリジニがオーストラリア内に生活していた。言語だけでも250、部族数に至っては700を超えていた。しかし1920年には約7万人にまで減少した。人口減少の最大の要因はヨーロッパ人が旧大陸から持ち込んだ。 伝染病の流行によるものと考えられている。それまでオーストラリアは旧大陸とはほぼ隔絶されていたため、アボリジニはこれらに対する免疫を持っていなかったので、ある。1788年からのイギリスによる植民地化によって初期イギリス移民の多くを占めた流刑州はスポーツハンティングとして多くのアボリジニを虐殺した。今日は アボリジニ狩りに行って17匹をやったと記された日記がサウスウェールズ州の図書館に実際に残されている。1803年にはタスマニアへの植民が始まる。入植当時3000から7000人の人口であったが、1830年までには約300人にまで減少した。虐殺の手段は同じくスポーツハンティングや毒殺、組織的なアボリジニー襲撃隊も編成されたという。 数千の集団を離島に置き去りにして餓死させたり、水場に毒を流したりするといったことなども行われた。また、1828年には、開拓地に入り込むアボリジニを、イギリス人兵士が自由に捕獲、殺害する権利を与える法律が施行された。捕らえられたアボリジニたちは、ブリニー島のキャンプに収容され、食料事情が悪かったことや病気が流行したことから、多くの死者が出た。 これにより、アボリジニ人口は90%以上減少し、ビクトリアとニューサウスウェールズのアボリジナルの人口は10分の1以下になった。さらに1876年には、タスマニアアボリジナル最後の生存者である女性のトルガニニが死亡して、多い時期で約3万7千人ほどいた純血のタスマニアアボリジニが絶滅した。特に東海岸沿岸部等の植物省の豊かな、 地域に居住していたアボリジニは、当初はイギリス移民との平和関係を保っていたものの、後の保護政策に名を借りた強制的な移住もあり、この入植者たちによるハンティングという惨劇を語り継ぐ、物をも残さず、姿を消している。20世紀前半には、アボリジナルは、絶滅寸前の人種として分類されるようになる。この死に行く民族という規定は、1937年まで続く。 死に行く民族という規定が廃止されると、今度は積極的に白人社会に同化させる方針が強化される。イギリス人らの入植開始当初は50万から100万人いた。アボリジナル人口は1920年頃には約7万人にまで減少していた。同1920年、時のオーストラリア政府は先住民族の保護政策をはじめ、彼らを白人の影響の濃い地域から外れた。 保護区域に移住させたが、これはむしろ人種隔離政策的な性質があったようで、ある。もともと、オーストラリアに移住した白人は、犯罪者が大半を占めていた。そして、徹底的な人種差別政策、いわゆる白豪主義をもって、移民の制限及びアボリジニへの弾圧政策を続けた。また、1869年から公式的には1969年までの間、 アボリジニの子供や根結児を親元から引き離し白人家庭や寄宿舎で養育するという政策が行われた。様々な州法などにより、アボリジニの親権はことごとく否定され、アボリジニの子供も進んだ文化の下で立派に育てられるべきという考え方に基づくものと建前上は定義されていたが、実際はアボリジニの文化を絶やしアボリジニの存在自体を、 消滅させるのが目的であった。政府や教会が主導して行われた、この政策で子供のおよそ1割が連れ去られ、彼らの行き先は、実際には白人家庭でも寄宿者でもなく、強制収容所や孤児院などの隔離施設であった。そして、隔離施設から保護を放棄されたり、虐待を受けたり、遺棄された者も,も少なくはなかった。結果として、 彼らからアボリジニとしてのアイデンティティを喪失させることとなった。彼らはストールンジェネレーション、またはストールンチルドレンと呼ばれている。なお、盗まれた世代の政策が実際に徹底されて行われていたか、またどの程度の規模だったのかは未だに分かっていない。1920年から1930年の間だけで、今月も含む10万人のアボリジニの児童が、 親元から引き離されて、故郷から数百キロ、時に千キロ以上も離れた、監獄とも言える劣悪な強制収容所に送り込まれた。無論、アボリジにも全くの無抵抗だったわけではなかった。これらの政策に対してのデモや暴動を起こす者も,も少なくなかったが、結果としては白人たちの敵外心を煽るにとどまった。逮捕者の中には、まともな裁判を受けることなく、 そのまま死刑に処せられた者も,もいたほどである。一方、不毛な乾燥地域である内陸部のアボリジニは、周辺の厳しい自然環境に守られながら、どうにか固有文化を維持し続けた。今日でもアボリジニ文化の史跡は、沿岸部都市より隔絶された内陸地に多く残る。近代のアボリジニ激減と、文字文化を持たなかったことから文化的痕跡を残さず、消滅した部族も多く。 彼らの言語や文化の系統を調査する試みは進んでいない。音声的に完全に失われた言語も多く、それらの民族学的調査はすでに大半のピースが失われたパズルになぞらえられている。その後、アボリジナル人口は徐々に回復し、1996年には約35万人になった。これはオーストラリア総人口の約2%である。アボリジニの市民権は、 1967年にようやく認められた。1993年には先住権が認められ、元々のアボリジニ居住地域の所有権が認められている。今日ではアボリジニの大半が都市部に住んでいるが、政府から支給された住宅に住みながら、一定の伝統的生活をたしなむ人もいる。白人主流社会に同化し仕事を持つ一方で、伝統舞踊に興じる人もおり、 今日では、伝統と欧米文明の双方を独自に組み合わせた生活をする人が大半である。しかし、政府から支給された公的扶助を糧に堕落した生活に陥るという他の少数民族同様の社会問題も見られる。また、白人との経済格差を解消するため、大学進学における優遇などの差別是正措置も講じられている。このような特典を得るため、 実際にはアボリジニでないものがアボリジニを詐称することも多く問題となっている。ケビン・ラット首相は2008年2月13日の議会で先住民アボリジニに政府として初めて公式に謝罪した。同日の議会には約100人の先住民らが傍聴する中で同首相はソーリーの子を3度使い謝罪した。議事堂の外には全国から詰めかけた数千人がテレビを通じて 謝罪の言葉を聞いた。この謝罪は昨年11月の総選挙でラット率いる労働党の公約を実現したものであった。これらは教育や医療、経済面におけるアボリジニとその他50国民との格差是正に全力で取り組むという趣旨のもので保証金の支払いについては応じない方針を明らかにしていた自由党の下院議員5名と上院議員1名は ラット首相の公式謝罪に反対し、出席しなかった。アボリジナルアートアボリジナルアートアボリジナル、アートアボリジニの使う、道具自然崇拝や精霊が存在するとする信仰を持ってきた。先住民が聖地とする場所が多くあり、その例として、岩山ルカタ片ュタデビルズマーブルなどがある。約2から3万年前には存在していたと考えられている、管楽器ディジュリドを使用した。 独自の音楽文化を持っている。この楽器は、白アリによって中空になった木を利用して作られる。美しく装飾されたものも多い。この楽器は、唇の振動を管内で反響させ、独特の低音を発生させる。この低音には、霊的効果があると考えられており、呪術医が治療に利用することもある。乳児の夜泣きには、重低音などによる振動が成長に伴う痛みを、 緩和する効果があるという民間療法もあるので、その類型である、可能性もある。この楽器は古く、男性のみに使用が許された。これらの楽器を一括りにした、ディジュリルという呼び方は、白人であるヘルベルト・パセドーによって1926年に付けられたもので、演奏中の音色がディジュリルディジュリルと聞こえたことにちなむ、先住民族たちは、各々の部族ごとに、固有の、 それぞれの名で呼んでいた模様である。スキンネームと呼ばれる一定の範囲内で共通の名前を本来の名前とは別に持っている。これは近親婚を避ける意図で用いられていたようであり、日本の性に相当するが数種類程度しか存在しない。飲酒文化はもともとなかったが、後に白人が持ち込んだ酒に興味を覚え、これに端的するものも出て社会問題となっている。ガソリンを吸し、 名帝を楽しむペトロールスニッフィングも同様に社会問題になっている。アボリジニは様々な壁画を残している。これらの壁画は文字文化を持たないアボリジニの歴史を知る重要な手がかりである。南オーストラリアのオーストラロイドアボリジニは人種的にはオーストラロイドに分類される。すなわち黒人とも黄色人種とも白人とも異なる人種であるとされているが近年は 人種という概念の科学的有効性に対して疑問も提示され、人類を人種ではなく約1万年前の居住地域を基準とした地域集団として捉える考え方が提唱されており、その場合はサフール人とされる。体毛は濃く、肌の色は黒人と同様に極めて濃色である。また非常に特徴的であるが、女性や子供の髪の色が肌の色とは、 対照的に金髪をしていることがよく見受けられる。親知らずがきちんと生えるという特徴を持つ。現在でも、白豪主義の影響は地方に根強く、アボリジニを含む、有色人種への差別事件が、時折発生しており、社会問題となっている。また、現在では、白人やアジア人との根血が進んでいて、純粋なアボリジニと言える人は少ない。親子、兄弟、 親戚で容姿が大きく異なる場合も珍しくない。アボリジニを支援する NGO に運動員として応募したアボリジニが肌が白すぎるという理由で不採用になった事例もある。2010年1月14日、国連が先住民と非先住民の寿命の違いに関する調査結果を公表した。アボリジニは非先住民との寿命の開きが20年ほどもあり、調査対象となった 先住民の中で最も非先住民との寿命の開きが大きい集団と評価された。国連は先住民に対して経済、社会、文化における権利が未だに限定されている可能性を指摘している飲酒文化を持たず、また遺伝的にもアルコール体制が極めて低い。特にアルコール分解酵素が全くないか極端に少ないため、 体質的に少量の酒で泥酔しやすい。他の先住民族問題においてもアルコール依存症は深刻な社会現象だが、特にアボリジニ居住区にアルコール飲料を持ち込む行為はオーストラリアの法律で禁止されており、持ち込んだ場合には罰金が科せられる。その一方、長らく広大な平原で暮らしていたことから、閉所恐怖症を患う人も多く、治療のために、 伝統的生活に回帰する人も見られる。キャシー・フリーマンキャシー・フリーマンは、オーストラリア・クイーンズランド州生まれの女子、陸上競技選手で、主に400メートル競争を専門とした。2000年9月25日に、シドニー五輪で、金メダルを獲得した後のトラック一周の際に、アボリジニの旗とオーストラリアの国旗の二つで身を包んだが、これが、当時のオーストラリアで議論を呼んだ。 彼女をめぐる逸話は2004年度から日本の高校の英語の教科書にも取り上げられている書籍論文ありがとうございます。